サーノがユリを語る会を開催したいということで、半分冗談だったらしいんですけど、そういうなんか面白そうな話題を提供してくれたので、今日は兄弟3人でそれについて語っていきたいと思います。照れてる。照れてる。だって自分のことを聞くんでしょ。超恥ずかしいよ、これ。いや、照れてる。いや、だってさ、鬼、もっと覚えてていいでしょ。一番年上なんだから。苦しかった、苦しかった過去は忘れるタイプだから。そんなに苦しかったの？でもそんなに苦しそうに見えなかったよ、お兄は。ね。嫌だったよ。いや、お兄はさ、ユディの存在どう思ってたのか。それ気になるね。なんで？いや、俺はどう思っただろう。待って、うちがサッカー始めることに対してはどう思ってたの？いや、嬉しかったんじゃない？やっぱ家族が好きだ、みんなだ、家族好きだからさ、みんなで一緒にやるっていうことは好きだったから、もうどんどんやれよって感じだったよ。兄ちゃん子だったから、そういうの伝わってきたんじゃない？だって3人で一緒にやること多くなかった？別にサッカーに限らず。多かったけど、私はそれが嫌だった。ああ。だってすごく劣等感しか感じないから、3人で何かを一緒にやると。私はいつも何もできないからさ、センスなくて。それはでもちょっと大きくなってからじゃない？あ、そうだね。まあまあちょっと小学校も高学年とか中学生ぐらいになり始めてからか、それくらいだね。もうそのあたりから私はもう差を感じ始めて、もうやりたくない、何もやりたくないと思った、一緒に。バスケね、バスケ。バスケとかも。バスケでしょ。バスケやばいよね。バスケはやばかったね。ただ家族の輪には入りたくなかったし、まあでもそれが許されなかったよね、うん、だからすごくいつも劣等感と一緒になんか生きてた感じがすごくあった。私はさ、お兄ちゃんとよく一緒にいたからさ、ユディはいつも部屋で一人きりで何かやってるってずっと思ってた。そう、だからこの間ツイッターで言ってたさ、ほら部屋で黙々とさクラスの子の名前書いてたとかさ、で、それは私のクラスの子も書いて、お兄ちゃんのクラスの子も書いて、やたら人の名前覚えてるみたいなさ、そういうさ、ユディの変な一面をさ、お兄は見てないの？あ、そういうことか。そうそうそう、見てないのかもしれない。ユディの何を覚えてるのさ。本当だよ。だって、いや、まあ、サッカーのことだよ、やっぱり。だって俺の学園で試合来てたじゃん。2個も下なのに。そうそうそう。俺の 6年生の時に普通に4年生で試合入ってたじゃん。それはすごく苦痛だったよ。まずお父さんがチームにいるってこと時点でもう。いや、まあまあまあ、まあまあ、じゃあお兄はユディが来て嫌だなって思ったの？全く嫌だなって思ってない。いいじゃん、いいじゃんって。俺そこは結構、あのね、ベルマーレ1年目、2年目とか、で、勇気が代表とか入り始めて、で、記者の人にめっちゃ気使われたの。一応、プロサッカー選手としている自分に、その、自分とは関係ないことを聞きたいっていう人がたくさんいたわけ、やっぱりその当時ね。だけど、普通、なんか嫌だって思う人もいるじゃん。やっぱり、兄弟といえど。俺はそれが全然なくて、全然聞いてくださいみたいな感じで、それで勇気が有名になるんだったら、それはそれで。嬉しいことですし、家族としてで全部取材受けてた。じゃあ、あの時の私をどう見てた？すげえなと思ってたよ。そう、頑張って頑張ってって感じだったよ。なんか変な気持ちはなかった、嫉妬とか、そういうネガティブな。やっぱ家族としてあた私と一緒だよ。家族目線で見るときは超応援してんのよ。で私の場合ほらチームメイトでもあるわけ、そうなると、わーって悔しいって言って出てくるんだけど、でも一旦家族目線になると、よし頑張れってなるのさ。お兄はそうずっと家族目線なんだよね。そう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 。同じ土俵に立ってないから、もうずっとチームメイトじゃなくて家族。いや、そう、家族なの。家族なの。そう。じゃあそんなにお兄はユディの思い出ないじゃん。うち結構あるよ、お兄の結構いい。なんだよ。話はあるけどね。いい話？いい話っていうか、まあ個人的にイラッとした話とか。イラッとした話。動画の趣旨が変わってきちゃうから。変わってきちゃダメだよ、ダメ。ダメ。ダメ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 。え、じゃあさ、ユディがちっちゃい頃から変わってる子っていう認識はないってこと？全くないってこと？うん、全くない。それはちょっと驚き。
驚きだね。だってまずそのさ、あの、すねを怪我しちゃった、その怪我しちゃったそのさ、怪我の仕方がもうおかしいじゃん。まず学校の椅子を押して、教室で押してたら、なんか引っかかって、ガッてなって、その椅子の角がすねにガッて入って、骨まで達するっていう怪我。まずこれは、ありえない。そう？そう、確かに。だからさ、俺、そのイメージがないから変だっていう。だから、それ、そういう、今みたいな、代表入って、何年？ここ10年ぐらいの勇気の感じを見て、なんか勇気がなんか演じてんじゃないかっていうので見てたの。何を、どういう人格を私は演じてた？長さと勇気を演じてるんじゃないかっていう。そうけど、最近は、あ、これが勇気のキャラクターなんだなっていうふうに思い出した。あー、そういうことね。あ、なんか違う人がもう現れてきたって感じ。そうそう、今は素でこれが素なんだっていうのを理解してるけど、その前まではなんか、うん、家族で接する勇気と、その人前に出る勇気が全く別人だっていうふうに見てたの。うん、あ、それは まあそうでしょうね。だけど今はもうほぼほぼ一緒だよ。あ、感じた。そう見える？そう見えるようになったの。あ、それはなんで？そこだっけの？表情とかじゃない？やっぱ。うん、そうそう、なんか、うん。代表行かなくなってからかな。そこでなんかちょっとガラリと変わった気がする。うん、それは間違ってないよ。いい意味でね、いい意味で。だからこっちの方がなんかすごい人間味があるなっていう気がする。確かに言われてみれば、今の方が、あの、小学生の時に思った変な生き物だなっていうのは、こう、一致してる。一致してる。言ったら、小学校の頃に戻ったってことか。うん、ああ、そうそう、遅めの思春期今来てますね。そうなんすよね。そうね、それは自分の感覚とすごく一致してるな。でも自分としてもそれは良かったんでしょ？うん、うん、めちゃくちゃいい。今が今めちゃくちゃ楽しいし、なんか本当にその子供の時に戻ってる感じ、その、うん、あの父親の恐怖を感じなかった時代。あ、そうだ、お兄にもさ、リフティングどうしてたの？あ、そう、リフティングどうしてたの？さっきさ、俺ちゃんと見たのよ、YouTube 全部。あ、見たの？見たよね。うん、俺はちゃんとやってたよ。だからうまいんだよ、リフティングか。でも私もちゃんとやってたけど、リフティング。お姉はね、センスの問題だと思う。まあ、でも浅野らしいなって思ったよ。私だけか。そうだよ。締め出されることなかったんだ。え、しょっちゅう締め出されてたよ。でも兄はさ、ほらさ、いろいろやらかしてたじゃん。自転車で学校行ったりとかさ。私も行ってた。行ってたんか。ほら、お兄の真似するタイプだったから。そうだよ、確かにね。悪いとこ真似しちゃったね。何をバットとかなく普通になんかボール蹴ってのちゃんとやってんのかよみたいな感じで出されてたよ。お前24時間サッカーのこと考えてんのかよ。しかもう残ってないよ。記憶が？そう。じゃあ別にうちらがリフティングどうしてたかなんて記憶にないってこと？記憶にない。もう自分のことで精一杯だよね、それぞれ。いや、そうですよ。何回家で しようかと思ったか。あっちゃんはしたからね。私、逃げるっていう選択肢はなかったからね、逃げたくても。うん。すべがないしね。小学生の時からなんかよく家飛び出して、家の周り一周して帰ってきたりとかしてたよ。なんかユディはなんかもう黙って過ごすみたいなタイプ。なんかそういう、なーって言われたりとか、なんか自分がどうにもならないじゃないけど、なんか怒られてる時とかずっと黙って、でなんか見るのを待ってるタイプで、お兄はなんか反論じゃないけど、ちゃんと言って、どうにかしようとして、なんか真逆だったよね。そう、だから平和主義だからさ、怒られてた？怒られてたよ。怒られてたよ。結構怒られたよ。だから一番、結構覚えてるのが、帰ってきて、ただいまが聞こえないとか言われて。と思って、言ったけど。あったね、それ。これ反論する余地もないじゃん。言った言わないのは話になるとさ。まあそうだよね。ぼーっとすぎるのを待ってたっていうイメージは残ってる。そこはだから、ママに似たんだなって思う。みちこの血は引いてるね。
でも2人ともなんかそうやって怒られる指導者にだいぶめくり合ってる気がするんだけど、メニンの言ってもテラさんだし、ベレーザ行っても松田さんにめちゃくちゃ怒られたし、うん、あピアノの先生も、ピアノの先生怒られたし、ドイツ行ってもそのドイツの監督もめちゃめちゃ怖かったし、ずっと怒られてる、ずっと怒られてる人生なんだよね。で今やっとこう怒られない人生、長かったね。長かったよ、このね。やっと解放されたよ。だからさ、中学生の時一人で壁にテニスボール投げてたっていう件については？どこで？学校で？学校で？学校で、学校で、そう、休み時間。昼休みだったかな。で、急になんか、うん、壁にこう投げて帰ってきて、キャッチして。ずっと一人でやってて、なんか偶然見ちゃったんだけど、えって思って、なんで二人の接点はないんだろう。だってさ、サッカーだってさ、一緒に試合行ってんのにさ、お兄の前でも演じてたんじゃない、私は。そう、そうなの？私のご飯食べちゃうとかさ、あるじゃん。ユディがさ、食べる？って言ってさ、食べないって言ってすごい全部食べてさ。でもラッキーって思ってたでしょ。すごい、私はありがとうって感じだったんだけど、みんな怒られたっていうイメージしかないから。本当だよ。そうなんだよ、そうなんだよ。楽しくな、楽しくないよね。どっかに遊びにも行かせてはいけなくなかった？いやさ、3人でさ、小学校行ってさ、ボール蹴ったりしてたじゃん。それさ、なんで私がさ、いつもキーパーだったの？2人ともなんかキーパーはお前だみたいなさ、なんかそういう感じになってさ、二人してなんか譲らないみたいな。覚えてないの、これを？全然覚えてないわ。ひどいよ、この人たち、ひどいよ。だってよく二人でタック組んでたじゃん。だって落とし穴に落とした時もさ、タック組んでるわけじゃん。いたずらする方って忘れるんだね。そうかもしれないね。でも私だってさ、私のクリスマスプレゼントさ、お兄がさ、とっかえちゃった話もお兄は覚えてないんだよ。私が寝てるからって、ね、あの、うん、スーパーヨーヨーだっけ、うん、ハイパーヨーヨー、うんうんうん、はい、うんうんうん、それ、私とな、ユニがお揃いだったのに、うん、なんかそっちの方がいいとか言って、変えて、うん、そう、私は黄色いやつになって、うんうん、え、なんでみたいな、お兄はもう俺はこれだみたいになって。ひどい兄貴だ。ひどい兄貴だ。なんで二人とも記憶どこ行ったの？記憶はもう恐怖で全部埋め尽くされてるよ。でもだって私とユディがさ、机の上荒らし戦争してた時はさ、覚えてないわけでしょ？全然覚えてない。いや、喧嘩はめっちゃしてた、あっちゃんと。うん、朝のとお兄ちゃんあったじゃん、一回なんかすごい殴り合い、なんか椅子をさ、それ勇気だよ。私じゃないよ、私だよ、あっちゃんだよ。椅子を椅子投げたのあっちゃんだよ。椅子投げたらキャッチされて、ムカついてドア閉めて、閉め出したら窓から逃げてたっていう。なんで私すげえ覚えてんじゃん、なんなん。私もその椅子のやつは覚えてるよ。勇気と喧嘩したでしょ、それ覚えてんだけど、その取っ組み合いで。で、最終的に唾かけられて終了した。え？最後終わり方。でも、そことさ、そこはさ、身長が同じぐらいだったから、いい取っ組み合いだったよね。そうなの、いい勝負なのよ。しかも、なんなら私の方が大きかったしね、小学校って。そうそうそう、大きかった。ちょっと勝てねえなって、なんか。思ってた。うん、だから、それほどなんか2人が喧嘩してるっていう記憶ないもん。アホのと喧嘩してた記憶しかない。すごい私の恐怖のモンスターだったから朝の。怯えてたから。何かあるごとにデブとかさ、言葉の。そんなだったの？言葉の暴力も激しかったの。そうなの。そんなだったの？うせデブとか言われて。それが私はコンプレックスになったんで、デブっていうその。で、喧嘩してたっていう感じしないもん。ずっと仲良かったんだなっていう気でいた。それはとんだ勘違いだよ。とんだ勘違いだよ。で、それの話をさ、ちょいちょい出るじゃん、ここ数年で、うんうん、なんか昔は仲悪かったっていう記事を見て、うん、あ、仲悪かったんだ。記事で知る。そうそうそう、記事で知る、長さとけあるわ、うん、遺跡、記事で知る。引退、記事で知る、あるある。メニーナの時から仲悪かったもんね。中学生仲良く読売ランドに通ってるもんだと思ったよ。無言だよ。
歩く距離とかもすっげえなんか離れたりとか。嘘でしょ、うん、10メートルぐらい離してる。じゃあ歩くのスーパー早いのよ。だから電車の中でちょっと言い争い、喧嘩っぽくなった時は、もう私がさっさとバーって歩いて、置いていく感じが多かったかな。中2、中3ぐらいになったらもう一言も喋ってないよ。俺がベルギーに行った時はそんな仲良くないよ。あん時はもう仲良かったじゃん。だってもうあん時私、あん時も私大学4年生だもん。きっかけは何だったの、その仲良くなったきっかけは。だから私がね、朝菜のことを認めたんだよ。そうそう、試合に出るようになったのよ。なんかさ、なんかすごくもっと頑張れよっていうふうに思ってて。あー、もっとやれることやれることあんだろうと思ってて、だからすっごくそれで仲良くするのがすごく嫌で、でそれで試合に出るようになってからちゃんと認めてあげて話すようになったかな。まあ UD 発信じゃなきゃこの仲直りはもう実行できないよね。へえ、面白いな、そんなことあったな。それを知らないってことでしょ。まあまあそれはさ、知らないよ。その世界見てないから、うちらしかいないから。でドイツ UD が初めて行くってなったときはさ、どう思ってたの？え、いいなって。あ、いいなって。それがあったから、まあ、どこでもいいから海外でやってみたいって思ったんだよ、二人がやってたから。じゃあ、うちらの中でも UD が先陣切って行ってくれたおかげで道が開けたんだね。そうそう。で、なんか、人としてサッカー運動よりもなんか、人間、人としてなんか、厳しい環境で生活してる勇気を見て、あ、いいなって思ったからタイに行く決断したし。お兄はアメリカに訪問したいと思うの？現地で試合を見てみたかった。全部2人のね、うん、それはさ、自分がサッカーしてたら無理だよね。そう、じゃあワールドカップを見に来たかったんだ、本当は。そう、全部行きたいよ、現地でさ、見たいよ、生で。いつ以来だ？ベレーザの元旦の試合だけはさ、うちのベレーザの最後の試合だ、2010年1月1日。10年以上 10年やば。やべえな。ちょっとお兄の試合いつ最後、いつ見たか覚えてないの？いや、私は絶対平塚。寝てたじゃん、あんたは。だから覚えてんだってば。見てないから、寝てたから。いや、あの時期、ほんとサッカー見れない時期だったんだよね。スタジアムで寝るとかすごいからね。いや、スタジアムでもテレビでもサッカー見るとどうしても寝ちゃうっていう。私、お兄の試合見に行くと絶対負けるから、もう嫌だって思って。じゃあ、ベルマーレン以来見てないってことか。見てないね。これ、ユディを語らうじゃ収まらない。収まらないね、これ。全員になんかね。あるわ。見ちゃったよ。だって、お兄の記憶、私まだまだいっぱいあるから。私もあるよ。な。これ全員の語らいが。そうしようか。そうね、そうしようか。路線変更で。お兄。